どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、大和証券が運営するコネクトっていうね証券会社でセゾンカードのクレカ積み立てがですね開始になりましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、大和証券が運営するコネクトっていう証券会社とセゾンのねカードでクレカ積み立てがね開始になりますということで、こちらでね貯まるポイントっていうのが永久不滅ポイントっていう風になるんですよね。まあ私のね動画で解説させていただいている通り、この永久不滅ポイントっていうのは ANA マイル、またね JAL マイルとかにもね交換することができるっていう風になっておりまして、今ねこの JQ みずほルートっていうのがまあポイントサイト等々からですね ANA マイル、JAL マイルにね交換するまあルートになっているわけなんですけども、こちらでね最終的に集まるのが永久不滅ポイント、そこから ANA マイル、JAL マイルっていう風にねまあ選んでいただくわけなんですけども、今回ね投資信託を購入するだけでこのねクレジットカードのねポイントが取れるっていう風になりますんで、気になってる方ね結構いらっしゃるかななんていう風に思いますのと、今回ですね私ねもう実際にコネクトのね口座を持っておりまして、またね先日私のね LINE 公式アカウント限定案件で紹介させていただきましたけれども、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカード、こちらでもですね還元率 1% 取れるっていう風になっておりますので、今回の動画ではキャンペーンの紹介と、またねあのコネクトのね積み立ての利用方法をね実際の画面でねお見せしたいななんていう風に思いますので、気になっている方ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずねコネクトっていうねこの証券会社なんですけども、まあこちらはですね結構前にポイントサイトの案件とかにもありまして、口座開設するだけで2600円とかねもらえたりするので、私のコミュニティ欄とかでもね結構紹介させていただいてたわけなんですけども、このコネクトっていうのはですねワンコイン投資っていう風になっておりまして、スマートフォンのアプリね入れていただいて、まあ本人確認とかねしていただけると、あのワンコイン投資ということで、まあ500円だったかな、1000円だったかな、まあそのぐらいから利用することができるっていうね、ワンコイン投資サービスになってるわけなんですけども、ここでですねこのねセゾンのカードを使ったクレカ積み立てがですね開始になったっていった形になるんですよね。でまたですね投資信託とかもね購入することができて、またね積み立てニーサとかもね利用することができるっていった形になります。で詳細はですねこんな感じになっておりまして、積み立てニーサ特定口座っていう感じで、積み立て金額はですね1銘柄あたり、1000円以上1円単位、次額の上限は5万円までっていう風になります。積み立てNISAの場合は 33,333 円まで利用することができます。取扱い銘柄は35銘柄っていう風になっておりまして、で決済方法なんですけども、今回ねこのコネクトとセゾンカードのねクレカ積み立てっていうのは、セゾンのカードでねあの永久不滅ポイントがね貯まるクレジットカードであれば基本的にね利用することができるんですけども、このねセゾンアメックスプラチナのビジネスカード、こちらはねあの 1% 取れるっていう風になりまして、またねこちらのクレジットカード、セゾンカードデジタルのコネクトっていうカードがねあるんですよね。こちらだとこのキャンペーンにも乗れて、またポイントサイトも案件利用できてみたいな感じでね、また半年間ね 1% ね利用することができるっていう風になりますんで、もしねこのカードを発行された方は、セゾンアメックスプラチナビジネスね発行された方はねこのカードでやっていただくのがまあいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ今回気になってたけどまだやってませんっていう方だったり、このねセゾンアメックスプラチナとかね持ってない方はこのカードでねあの発行してやるのがねいいのではないのかなと思います。こちらねポイントサイト、ポイントインカムの案件で、発行後3000円以上利用していただくと2200円もらえるっていう風になっておりまして、またね半年間の間、カードでね積み立てていただいて半年間 1% ね貯めることができるっていう風になりますんで、まあもし気になる方は、利用していただくのがねいいのではないのかなと思います。で公式サイトの方でですね、こういった感じのキャンペーンもやってるんですよね。最大 13,500 円相当プレゼントということで、でねこちらのキャンペーンのね詳細なんですけども、期間がね2023年の1月の25日から2023年6月30日までになっておりまして、全部でね 13,500 円最大ねもらえるっていう風になっておりまして、まずね口座開設と積み立てデビューで3,500円で、またねセゾンカードデジタルの積み立てならプラス3,000円、セゾンカードデジタルコネクトで新規入会等で7,000円ということで、まあこちらをね利用していただくと最大ね
13,500円分取れるっていった形になります。で、このね、ポイントサイトの案件利用していただくと、こちらのページね、飛ぶっていう風になりますんで、まあ、ここからね、利用していただければね、OK っていった形になります。で、このね、セゾンカードデジタルで積み上げる場合はですね、5万円入れていかないと 1% 還元に、ね、ならないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、またですね、こちらの7000ポイントの方なんですけども、カードの積み立てと30万円以上利用しないと、この7000ポイントっていうのはね、まあ、これじゃ永久不滅ポイントでもらえるんですけども、こちらね、もらえないっていう風になりますんで、こちらはですね、30万円の積み立てで、半年間っていう風になりますんで、こちら2月からですね、積み立てを開始していただいて、5万円ね、積み立てていただければですね、半年でね、30万円超えるっていう風になりますんで、まあ、こちらでね、達成できるっていう風になりますんで、今月からね、発行される方はですね、ひとまず半年間ね、5万円で積み立てていただくと、まあ、こちらのポイントね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、一応お好みにはなるんですけども、まあ、利用していただくのがね、いいのではないのかなと思います。でですね、このポイントサイトのカードもですね、このカードも、永久不滅ポイントがね、貯まるっていう風になりますんで、まあ、このコネクトのね、あのカードは、まあ、永久不滅ポイントがね、対象カードなんでいいんですけども、この、知ってる方もね、多いと思うんですけど、このセゾンアメックスプラチナビジネスっていうのは、あの、セゾンマイルクラブっていうのがありますよね。そうすると、JAL マイルの還元率が上がって、みたいなね、感じになるわけなんですけども、まあ、そういう方はね、どうなるのかっていう話なんですけども、ちょっとここら辺もね、わかんなかったので、問い合わせておいたんですけども、このセゾンアメックスプラチナビジネスで、セゾンマイルクラブね、加入されている方も、この、クレカ積み立ての 1% 還元っていうのは永久不滅ポイントでね、もらえるっていう風になりますんで、ANA マイル、JAL マイルにね、交換することができるっていった形になります。私もね、公式 LINE のね、あの、キャンペーンで私もね、発行させていただいて、昨日か一昨日ぐらいね、到着したんですけども、まあ、セゾンマイルクラブもね、登録をいたしまして、セゾンマイルクラブはね、ネットかね、コンシェルジュから郵送で申し込む、まあ、どっちでもいいんですけども、まあ、利用することができて、プライオリティパスもね、先日、コンシェルジュでお願いいたしました。まあ、10日が、1週間から10日ぐらいでね、到着するっていう話なんですけども、まあ、とりあえずね、カード到着された方はですね、このセゾンマイルクラブの登録と、ちょっと話ね、脱線して申し訳ないんですけども、プライオリティパスのね、申請は、申し込みが必要っていう風になりますんでね、この点はご注意ください。まあ、こういった感じになっているわけなんですけども、このコネクトのクレジットカード、もしくは、このセゾンアメックスのね、プラチナ、もしくはプラチナビジネス。まあ、対象カードね、結構ありますので、でもね、一般カードとか、それ以外のカードだと還元率が結構落ちてしまいますんで、まあ、基本的には、このプラチナカード、プラチナビジネス、もしくは先ほどのね、このコネクトの、キャンペーン対象のね、クレジットカードがおすすめっていった形になります。こちらだったらですね、年会費もかかわらずね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、利用してみていただければなと思います。まあ、この投資信託で購入して、それでポイントがもらえるっていう風になりますんで、まあ、余裕がある方はですね、かなりね、おすすめっていう風になりますんで、ぜひね、挑戦してみていただければなと思います。今回のね、このクレカ積み立てが始まったことによって、このカードね、発行されたい方は、一応ね、3月31日まで、年会費ね、初年度年会費無料キャンペーンやっているっていう風になりますので、またね、このカードは、徹底解説のね、動画とかも結構前に出しましたので、概要欄に貼っておきますけども、JAL マイルが貯まるね、メインカードにもなり得るっていう風になりますんで、この機会にね、発行していただくのもね、悪くないのではないのかなと思います。それでは次にですね、コネクトでね、クレカ積み立ての設定方法をね、やっていきたいと思います。ちょっとね、これに画面出しておきますけども、まずね、ログインしていただいて、トップ画面にね、毎日投信クレカ積み立てランキングっていうのがね、あると思いますので、まずね、このクレカ積み立てをね、クリックしてください。そうするとですね、クレジットカードの登録っていうのが出てきますので、このね、クレジットカード登録をね、押してください。そうするとですね、ちょっと私の場合はね、もうカード登録してるんで、カード出てるんですけども、この下の方にですね、セゾンカード、UC カードのね、クレジットカード連帯部分が出てくると思うので、ここね、クリックしていただいて、セゾンネットアンサーね、ログインしていただいて、登録っていった形になります。まあ、ここはね、ログインするだけでね、OK ですので、こちらにね、カードが設定できたら、またね、前のページに戻ってください。で、次に銘柄ですね。銘柄は、このセゾンのね、クレカ積み立てはですね、こんな感じで、正直ね、この銘柄に関してはね、まあ、お好みでね、選択していた感じになると思うんですけども、まあ、一番人気かね、3年連続1位のね、まあ、どっちか選んでも、まあ、いいんじゃないかな、なんていうふうに個人的には思っておりますので、私はね、ちょっとオールカントリーでね、行きたいなと思います。
で、こちらでですね、上限金額5万円までっていう風になっておりまして、まあ、積立金額をね、ご自身で設定していただくっていった形になります。で、先ほども言った通りですね、このセゾンデジタルのコネクトの方は、今からやる場合はね、5万円積み立てないと、この 1% 還元っていうのはね、最大取れないっていう風になっておりますので、このセゾンアメックスプラチナビジネスの方はね、いくら、5000円以上ね、やっていただければ、まあ、1% 還元取れるんで、まあ、お好みでいいんですけども、ここだけね、注意していただければなと思います。一応ね5万円入れておきましょうかね。はい、で5万円入れたらね確認画面へっていうところを押して、でここで暗証番号ね入れていただいて設定をね押していただきます。はい、受け付けましたということで、こんな感じでね、クレカ積立がねできるっていった形になります。で最後にね戻っていただくと、このカード登録情報がね、見れるっていう風になりますんで、こういった形でね、利用することができます。まあこんな感じでね利用していただければなと思うんですけども、このコネクトのねクレカ積立のね利用方法っていうのは非常にシンプルでね簡単にできるっていう風になりますんで、ぜひねこれから利用される方はですね参考にしていただければなと思います。ということで今回ですね、大和証券グループがね運営するコネクトとセゾンカードですね、クレカ積立ね開始になりましたということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、当初ね私はねこのキャンペーン出た時に解説を出さなかったのは、まあちょっとね実際の利用方法をお見せしたいっていう部分もあったんですけども、このカードはですねいまいち対象かどうかがよくわからなくてですね、解説動画は出さなかったんですけども、セゾンカード側にね確認したところ、こちらもね 1% 還元ね取れるっていうのはね確認取れましたので、今回ね、動画作らせていただきました。まあ動画の中でもね言ってる通り、投資信託を購入してそれでポイントが貯まって、それが ANA マイルにね交換できるっていうのはね非常にいいですよね。まあこの投資信託をですね、ずっと保有し続けるか、すぐ売るかっていうのはね、まあ人によってね、分かれると思いますので、まあここはね、お好みでっていう風になるわけなんですけども、まあ投資に買ってね、ポイントが貯まるのであれば、まあ利用してね、損はないのではないのかなという風に思いますので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。